乾杯。すごいよ。いただきます。箸でいける。うまっ。飲み込みたくない。はい、奥ですよね。こちらが入っていただいて、ちょっと奥の方の古い建物の方からお入りいただくんで、こちらの道続いてますから。あ、わかりました。ありがとうございます。正面玄関、ここはブライダルサロン。はい、奥の入り口までお進みください。はい、ありがとうございます。ここ写真撮る。あ、ここ撮ったよね、写真。うん、こちらの通路から道なりに一番奥へお進みください。ありがとうございます。あ、涼しい。あ、そうか、まだ時間がね。トイレここだ。時間とお名前フルネームお願いいたします。あ、5時の予約の、はい、お持ちしておりました。席ご案内いたします。はい、サイダー一つと、はいはい、スーパードライで、スーパードライで、はい、かしこまります。何食べる？やっぱりこれさ、なんか肉推しなんじゃない？すげえ美味しそうだよ。ローストビーフが明治記念館値段。いくら？赤レーカット、ノーマルカット。すごいね。さすがにこれは食べれないね。そうね、半分とかあるもんね。ハーフサイズね。通量。いや、マジ肉食べたい今。うん。で、すごい気になる。飛騨牛の大葉焼きって言うんだっけ。美味しいよね、味噌入ってるやつ。美味しい。うん。ウニとアワビの冷製ソーダシジュレって呼ばない？これ食べたい。うん、そうしよう。おしゃれ。うん。ごめんね、これパリピって読めたね。
パリピって読むんですけど、何パリピって思った。何明治記念館パリピなことあったけど。ないね、ほど遠いね。はい、はい、ありがとう。失礼いたします。乾杯。お上品、お上品料理。ガブガブいけないね。うまー、パリ、いきます。これってどれぐらい大きさ違う感じですか？赤霊カットがグラム数で言ったら 250g で、ノーマルカットが 120g になります。200。じゃあ赤霊カットのローストビーフ1つと、はい、このアワビのやつ1つと、あとこの三段重の、はい、ください。かしこまりました。楽しみだね。うん、最後の締めもなんか美味しそうだよ。焼きサバ寿司めっちゃ美味しそう、うん、焼きサバ寿司と稲庭うどん。でこういうとこのカツサンドとかめっちゃうまいじゃん。うん、美味しいかも。うわぁ迷う。待って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 超気になることが、うん、焼きダダちゃ豆ってさ、枝豆ってことだよね。1550円。その下のがフライドポテト1300円。どんな国に迷い込んじゃったのか。イタリアのビール、ペローニです。いただきます。お、すっきりだね。見て、いいことがあった。箸があります。いいね、箸。三段重になります。はい、ありがとう。慣れないことしてる。お腹いっぱいになっちゃうじゃん。私も思った。これでも箸って思ったけどさ、切らないと食べれない。一口でいく。まず噛みちぎれるからいく。うん。そんなやるか。これなんだっけ、フォークとナイフが必要か。そんなやるかい。箸があってすごい嬉しかったの。いただきまーす。うん、箸でいける。あ、そうなんだ。うまい。めっちゃうまい。うん。肉厚。しかも私さ、ローストビーフ生すぎるとちょっと不安になる人だから、結構ちゃんと入ってる。だけど、硬くないよ、もちろん。うまっ。うまっ。うん、マッシュポテトうまっ。アワビちゃんを私のシチューに置いて、しかもこうキャビアがある。ウニとキャビア。そう、ジュレ。ジュレ。それで味がついてる。いくよ。なんか天国に行ける気がする。天国の扉。うん。アワビの甘さの後、ウニの磯の香りが追いかけ捕まえられる。それでジュレとかのこのしょっぱさが巻き込む。幸せそうだね。すごい、磯だった今、海だった、うん、溺れた。これは溺れるわな、うん。
21段目ハモハモハモちゃんと何だろうこれ何かおつまみ3点セット。何だろう何だろうエリンギこれキノコ鶏肉何鶏肉っぽい。うん蒸し鶏サックさんの好きな。うんこいつよいただきます。うんうんちょっと辛いパクチー入ってる。あ、いいね。うんこれはカツオじゃない。カツオうんうんアボカドとカツオ美味しい、うん、いただきます。カメラ見してください。食べんの早さっぱりさっぱり夏のおつまみって感じ ね。歯もいいよね、うん、あのソース忘れてましたここそれはさっぱりだね。味なかったですこれつけるんだよ忘れてた俺が悪く。いただきます。うん梅味うん梅私もそっちで食べたかった、うん、ハムは絶対これ必要だった後から美味しそうっすね私これこの脂身のとこ食べよ。すごいねその脂、うん、大好きこういう脂身油と心中してやる油と心中してやる。うまっ。うまい。ペタ落ちるなこれ。飲み込みたくない。3杯目。この黒ビールです。いただきます。お腹いっぱいで入んねおいしい。何杯飲めんのかな。いただきます。どうでございましょうか。うん大葉がいいアクセントだった。うんシャキシャキだね。これと私の1年ぐらいの中で稲庭うどんめっちゃブームだから、うん、この木うどん一択の後に一回なんか福岡とか九州の柔らかいうどん行って伊勢にお前たくさんと行って伊勢うどんの柔らかさ知って、うんうん、でベースさぬきだけじゃないぞか、うん、やっぱ大人になって、うん、ここ1、2年稲庭うどんに戻ってきた。やっぱ色々知るとね違うよね、うん、なのにさ、ここに稲庭うどんあるってことはさ、うん、私のブームと明治記念館ブームが一緒なんじゃないかな。まあどうかな、う
あ、香ばしい、焼かれてるから。ブダチャ豆が。うまい、うまい。いいね。ビールじゃないけど、うん、夏にビアガーデンで枝豆、夏休みの思い出だね。真夏ですな。夏ですな。大きいな。いただきます。うん。めっちゃうまい。米が美味しい。うん。ちょうどいい締め感。もちもち、うん、うまよかったよ、うん、夜って感じになってきた。なってきたよ。腰といい、細さといい、喉越しといい、最高だな。やっぱり稲庭うどんすごいわ。うん、みょうがと大葉とネギ最高だな。めっちゃ美味しい。昔、デザート用にお腹残しとかなきゃいけなかった。明治記念館をケーキ食べた。ケーキって何やりますか？本日ショートケーキ、モンブラン、ガナッシュ、デコポンタルト、パインマンゴータルト、ブルーベリータルト、マンゴータルト、アメリカンチェリータルト。すいません、投げて。大丈夫です。じゃあやっぱりショートケーキ。ショートケーキ一つ、はい。温かい紅茶があったら。かしこまりました。紅茶一つ。紅茶一つ。します。こちらショートケーキになります。紅茶も少々お待ちください。失礼いたします。紅茶来るよ。紅茶来るよ。最後の地元のケーキ屋さんの 1.5 倍の値段のショートケーキを食す動画です。すごい。いきますよ。どうぞ。ケーキ入刀。まず私の好みのスポンジの硬さと生クリームの甘さかっていうところが好みだから、好みによるじゃん、人によって。いや、うん、うん、ちょっと甘いかな、私の好みは。好きなスポンジの硬さ。うん、美味しゅうございます。うん、甘いケーキにいちごがさっぱりするじゃないか、いいじゃないか。うん、週末まで我慢してくれよかったな、デザート。
紅茶が飲みたいぞ。紅茶ね、来ないね。何つよしえちゃん。紅茶の美味しい喫茶店。この後忘れた。チャラララララナ。グッバイ、バイ、バイだ。リアルタイムで見てないから。夏メロの番組とか超大好きだとか、うん、テレビっ子だったから昭和はね、うん、みんなテレビだよね、うん、ごちそうさまでした。美味しいケーキだからペロッと食べちゃったよ本当に幸せな時間は儚いね。ね、どうでした久しぶりの赤霊は。もうなんか余裕って感じ。え余裕、なんか言い方間違えてた。心の余裕、うん、なんか余裕を感じる人生のこのなんていうの、うん、いい意味のその緩やかなさ、なんていうの、ゆとり、ゆとり、そうそれそれ。みんな余裕がある感じの人が来てるの、ね、私こう姿勢だけで余裕余裕ね余裕たまにはこういう時間も必要ですね。明日から頑張ろうね。うん、頑張れるね。よし、綺麗でした。素晴らしい。